麗な富士山やな。なぜこんなに慌てて東京行かんならんのか、きっとわからんわ。でも、大野木のおばさまがあないに恋恋言うてくださるんやもん。遊びに行ってあげな、悪いやないか。おばさま、あんたがそんなに綺麗になれはったで、きっとびっくりしなはるわ。そんなこと言ってごまかさまって。そうやないけど。でもいいわ。東京行ったら久しぶりに上太郎さんにも会えるし。その後、初めの方どうしてなさるかしら。私、励ましてあげるわ。そうやな。そうですか、どう。お呼びですか。あ、君、明日の出張準備いいかね。え、もう疲れてきたんです、うん。向こうの重役どもはいまだに中退生で、なかなか人が悪いからね。若いからって舐められんように、頑張るとか大いに頑張らなくて。うちも辛いだろうが、これも修行だ。しっかり頼む。それから君、今夜用あるかね。いえ、別に。そう。それじゃあ、うちへ来てもらえたんだ。家内に頼まれたんだが、ぜひ晩飯に来るように。君、紹介したい人が来てるんだ。どうだ。まあ、そりゃ、行きゃ分かるさ。俺はちょっと用で遅くなるから、頼む。お急ぎですか。いいえ。じゃあお茶でも飲んでいきましょうか。はあ、丸山さんもご一緒にどうですか。ええ、でも私ちょっと急ぎますから。まあよろしいじゃないの。でも私ご遠慮するわ。なぜ、なぜって。丸山さん。どうしたんですか。いいえ。せっかくの日曜日よ。日中だって別に。日中なんかないっすよ。何って、あと洗濯でもして一日暮らしてしまいますわ。私、おばんとこに下宿してますでしょ。ええ、ですから、おばんとこの子供の分までみんながしてやりますの。それは大変だな。でも、私も洗濯大好きですわ。ほう。洗濯の好きな女か。いいな、それ。まあ。ご用の方、まだおよろしいんですの。いや、別に用ってことの用じゃない。大野木の場に呼ばれてるもんですから。まあ、社長さんの。ええ、あの場は世話好きでしてね。つまんないことでいちいち人を呼ぶ癖があるんですよ。つまらないことってどんな。いや、つまんないことですよ。私、大野木さんのご用って、なんだかお当てしてみましょうか。あなたに分かるんですか。ねえ、分かるって。ただなんとなく。何です。申しましょうか。ええ、私とご縁談だろうと思いますわ。取りましたでしょ。さあ、どうだかな。しかし当たらないというわけにもいきませんね。今までにもたびたびそういう話があった。どうしてです。いいえ、私なんかもうちでは絶えず縁談聞かされてるんですもん。
内さんだってきっとそうだろうと思って。そうですか。まったくあの場所来たらいくらこたっても後かなとかのも違うからね。でも社長さんの奥様のおすすめになる方だったらきっと素敵な方だと思いますのに。内さんはまだ結婚なさらないおつもりですね。いや、そんなことはないですよ。あのままの勤めるのってきたらどれもこれもみんな変な勇敢霊でばかりでお話になりませんよ。それより佐賀さん、あなたはどうなんですか。もう結婚なさるんですか。私いつ結婚するなんて申しまして。船木さんだって嫌なものをお答えになってらっしゃるくせに。女なんだけど嫌な結婚でも承知しなくてなりませんの。いや、そういうわけじゃないですけど。もう6時ですわ。いらっしゃらなくちゃ。ええ、ただ構えしないんですけど。でも船木さん、遅いね。ちょっと用があったんで。何かご用ですか。まあ、ご用とはご挨拶ね。お見せしたい方があるの。ほら、この間お話しした大阪の加奈子さん、お母さんと昨日いらしたのよ。それで。まあ、まだそんなとぼけて。決まってるじゃないの。しかし。しかしも何もないわ。いくら船木さんだって、今度はお断れになれないわ。素敵なお嬢さんだから。あ、シズヤ。お食事のお支度急いんでね。はい。これ落としになったんじゃないですか。まあそれはどうも。今そこで拾ったんですから。でもちょっとお調べになってくださいませ。郵便局の通い帳と現金が200円でございます。え、確かにそうです。どうぞ。それでも本当にどうしようかと思っておりましたこと。ありがとうございます。いや、ではそれでございますけど、おところとお名前だけでは。もうそんなご心配なさらずにどうか。よくわかりましたね。だって私国柱のもんですから。ああ、そうでしたね。そっち行きましょう。まずはすみません、送っていただくほどの旅でもなかった。もっと早く来ようと思ったんですけど、急にまた昨日話したような方が見えてしまったもんで。昨日話したって縁談の。それはまた早速ですね。船木さんは昨夜どうなされまして。やっぱりあなたが言った通りでして、見合いみたいなことをさせるにはして。まあそれでどんな方でしたの。どんなって大阪のお嬢さんなんですけど。まあ
お綺麗な方でして。その点残念ながら綺麗と言わないわけにいきませんでしたよ。残念ながらお綺麗なら何よりじゃありませんの。しかし僕は話したいことがあるんですが、帰ってからにしましょう。わざわざどうもすいませんでした。じゃあ。じゃあ、お気をつけて。ありがとう。お土産買ってきます。庄司何階でございましょうか。は、3階でございますけど。どうぞ。お履きに。どなたかお尋ねでいらっしゃいますの。ええ、大野美沢社長さん。あちらでございます。あ、おおきに。ありがとうございました。いいえ。おおきに。ちょっとお兄様の会社も見とこう思って。そう、まあそこへかけなさい。お昼済んだの。ええ、いただいて出てまいりましたの。うん。それからほら、お兄様もご存知でしょ。小さい時からうちにいた十太郎さんいう人。うん。今本郷八重町というところで下宿してますので、これから訪ねてみようと思ってるんですけど、どういったらいいのか分かりませんので、これからお聞きしようかと思って。ここから遠いの。それは遠いね。何だったら誰かに送らせようか。うん、そんなに手なかんでも分かるわ。いや、しかし乗り換えがあるし、亡きが俺はちょうどいいんだが。まあ、船木さんおろすの。うん、今は出張中なんだ。そう。そうだ、いい人がある。母さん、社長さんが呼んです。先ほどはどうも。なんだ、あんたたち知ってるのか。ええ、さっきお兄様の部屋をお聞きしましたの。そう、それはちょうどいい。佐賀君は確かうちは本郷の方だったね。はあ、大変すまんがね、この人をちょっと弥生町まで案内してもらいたいんだ。こちら、かな子さんといって大阪のお嬢さんだ。ご苦労だが頼むよ。はあ、すみません。いいえ。ではちょっとお待ちくださいませ。どうぞ。あ、丸山さん、すまないけどこれお願いするわ。私ちょっと本郷まで行ってくるから。何？あのお嬢さんと。ええ、誰あの人。うん、じゃあお願いして。ええ、
25番地でございましたが、はあ、ここは16番地ですから橋の向こうかも分かりませんわ、はあ、本当にえらいご足労おかけしてしまって。いいえ、いらしてくれ、迎えに行ったの、送ってきていただいたんですぐ分かったのよ。おう、本当にそうだったね。いやね、近いうちに大阪の方へもお尋ねしないといけないと思ったんだけど、長くの手伝いをしてると忙しくてついご無沙汰しちゃってね。お父さん お元気だって。え、おかげさまで丈夫よ。丈太郎さん夏目楽しみにしてなさるわ。いや、どうどう、そのうまくいってるの。え、研究室の限りではもうほとんど完成なんだけど、一歳化には少しね。そう、成功しなさったらいくらでもお父さんお金出して講演する言ってらっしゃるんだから、はようね。いや、お父さんにはいつもご心配いただいて、どうかよろしくおっしゃってください。お嬢さん、今度の東京はゆっくり対談なさるの。ようわからんのよ、お母さん次第ですもん。なんかよ。うん、別に。そう、じゃあゆっくりなさっていくんだな。お嬢さんも今年あたりはもう結婚だろうし、忙しくなるからな。あら、結婚なんて。どうして。お父さんもお母さんも心配してらっしゃるから、まだ決まらないの。そんなもんまだ決まらんわ。だいぶゆっくりなんだな。お嬢様、船木さんがお見えになりました。まあ、おばさまたちは。はあ、まだお帰りになりませんけど。いらっしゃいませ。せいや、失礼いたしました。こちらこそ。おばさま、母と一緒に買い物にお出かけで、もう帰りやと思いますけど。そうですか。大野木のおじは。おじさまも今朝早いお出かけで、本当に日曜だといいのに、お忙しい方ですわ。でも、さっきのおばからの電話じゃ、おじがなんですか、僕に用がある。まあ、おかしいわ。いらっしゃりはしないのに。なんだ、また騙されたのか。まあ、でもなぜそんな嘘。いや、時々やられるんですよ。まあ、ご旅行なさってらしたそうで。ええ、北海道の方行ってきました。そう。そうそう、船木さんの会社の方で、タイプなさる方で、佐賀さんいう方いらっしゃいますでしょ。ええ。どうしてございますか。この間私、会社へ参りましたとき、保護の知り合いの家まで連れて行っていただきましたの。優しい、ひとやかな言い方。どうぞよろしいおっしゃってくださいませね。あら、もう7時でございますよ。船木さん、お待ちになってらっしゃるやろね。でも、花子さんがお相手しててくださるでしょうから。よう、お相手ができまっしゃるか。根っからまだ子供で。いいえ、そんな。それに当人同士だけの方がお互いによく分かってよろしいんですわ。もう船木さん、ほんまに戻ってくださいましゃるか心配でな。で、いえ、それは私、かなこさんの方が心配でございますよ。なんとおっしゃるか。でも、あの子の方はもう別に、なんやったら今夜にも話してみよう思うとりまんで、そのいつまでもごやかにもなっておられまへんよってな。いえ、私の方はもういつまででも殺害はございませんのよ。どうぞごゆっくりあせまして。帰りなさい。ただいま、船木さん来まして。え、元に。いや、おや、それね。今、城太郎さんもいらっしゃるよ。まあ。あの、佐久間さんが。ええ。それがね、人不思議なの。うん。城太郎さんと船木さんとお知り合いなんですって。まあ。学生さんで下宿はご一緒だったんですって。お二人ともびっくりしてらっしゃるわ。それはもう。なら、早速にこれなとお分けしてね。かなこさんには君、今度初めて会ったのね。この間一遍と今夜で二度だよ。どうだよ、綺麗だろ。僕は大阪のうちでずっと厄介になってて勉強させてもらってたんで、生まれた時から知ってるんだよ。あんな綺麗なおじさん、ちょっといないで。あ、久しぶりだ、いっぱい飲もう。僕は酒。ああ、飲まなかったな。じゃあお茶でも飲もうか。ここはどうかな。とっても桜らしいけど。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お父さん、この間お金を拾ってくださった方ね、あの方お見えになったの、ちょっとお礼申し上げてよ。そうか、それはそれは。ちょうどこの前、僕が初めて香菜子さんに会った日の帰りの、偶然そこへ取り合わせてね、拾ってあげたんだ。そうか、そいつは私でも気に入ってやつだな。何飲む？コーヒーか。コーヒー2つ。はい。引きでございますの。いや、これ初めまして。あ、いらっしゃいまし。先日はどうも飛んだところありがとうございます。いえ、お礼も申し上げなかったそうです。いや。あ、マキ、なんだったらあちらへ落としてはどうだ。いえ。汚いとこですけど、どうぞあちらへ。もうここで結構ですか。さようですか。じゃあ、ようおもてなしだな。はい。せっかくですが、私これからちょっと旅に出なきゃなりませんで、これで失礼申し上げます。どうぞごゆっくり。ではどうぞ。いや、お前はいいから、ようおもてなしてな。はい。じゃあ、お気をつけになってね。果物でもお向きしてあげて。もう本当にお構いなくどうぞ。ああ、ご覧の通りのお店で何にもお構いできやいたしませんでした。お父さん、ご旅行なさってどちらにいらっしゃる。ちょっと飛騨の方なんでございます。もうそれはまた随分お国ですか。いいえ、父はもう絶えずあのような格好でたんばかしておりますの。なんて申しますか、まあ、高山教徒でも申すんでございましょう。昔はちゃんとした勤めをしておりましたんですけど、母が亡くなりましてからこの6、7年飛騨ばかしの蓄えをみんなして山へ捨てているんでございますの。で、お父さん山で何を探してらっしゃるんですか。それがその時々いろいろ変わるようでございますけど、今は何でも水煙とか。あ、森舟。はあ、その森舟とかに夢中なんでございますの。なんですか、間に疲れたようにも見えますんですけど、気にしてみれば真剣なんでございましょうから、私と暇しても気を咎めるのもなんだと存じまして、私は私でこんな商売を始めております。それは大変ですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。では私ちょっと失礼いたします。寂しそうな顔した人ね。この明かりつけといてもいい。ええ、構わへんけど、あんた本ばかり読んで目悪したらあかしまへんで。大丈夫よ。なあ、かな子。何？あんたな、船木さんいう方どう思う？どう思うって？ええ、お方やと思わんか？そりゃええ方よ。でも、なぜ？なあ、かな子。あんた、あの方と結婚したらどうやる思うんやけどな。まあ、嫌やわ。急にそんなこと。ほんまのこと言うとな、お母さん、今まで隠してたんやけど、今度あんた東京連れてきたのは、このことのためやったんやで。初めからそう言うと、あんた来るの嫌や言うと、赤子持ってな、黙ってたんやけど。なかなか、どう思う？そうって、船木さん、そのことご存知なの？それはもうご存知や。いやいや、気前悪い。で、何とおっしゃってるの？まだ何とも返事はないそうやけどな。大野木のおばさんは、あちらも大丈夫やとおっしゃってて。で、
て、あんたの方を聞いといてほしい言うてはんやけど、母さんとてもええ声やと思うやけど、どうかな、子。急にそんな、なんて言っていいかわからんわ。お母さんに任す。ほんならええのやな。だから、お母さんに任す言うに。そう、じゃあ母さん任されましょう。ああ母さん、これでやっと安心した。あんたが何と言いはったと思ってな、母さん心配してたんよ。知らんわ、もうそんなこと。私もう寝る。そのうちに関西の方も君に回ってもらうと思った。あ、それから船君、例の大阪のお嬢さんね、もらう気ないのかね。なかなかいい子じゃないか。こちらでも君をバカに気に入ってるんだし、どうかね。いつまで襟好みしたって君、なかなかそういいのはないぜ。俺なんかも散々襟好みしたあげくあんなの掴んじゃったんだからね。あの人なんか最高の部だと思うんだ。それともまだ気に入らんかね。いや、そういうわけじゃないですけど、とにかくもう少し考えたいと思いますから、しばらく待っていただきたい。いや、それは待てといえば待つけども、とにかくうちのやつがうるさくてしょうがないんだ。君がもらってくれんと俺が怒られるんだから、かなわんよ。いかげんにもらってくれんか。どうせ一度はもらわならんのじゃから。考えてあります。頼むよ。話したいことなんですけど、一緒に食事しませんか。でも私、丸山さんと約束してしまったもんですから。すみません。私だったらいいのに。いいのよ。どうして？そんな考え方。いくらあちらが立派なお嬢さんだから遠慮するとこなんかないじゃないの。そりゃあ私だって知らなきゃともか。あんな風にしてお目にかかったことのある方なんですもん。それにあちらには大野美さんも間入ってらっしゃるんだし、船木さんだって議員だって結婚なさらなきゃならないはずだわ。それを知りながら私なんか、いや、思っただけでも恐ろしいわ。弱虫ね。そんな育児のないことじゃダメだわ。それじゃせっかくの船木さんの気持ちを踏みにじることになるじゃないの。船木さん、私に同情してあんな風にしてらっしゃるだけよ。私、同情に甘えたくないの。船木さんだって本当はあのお嬢さんがお好きなはずだわ。それを無理に私の方に。私の方が気が楽だからなのよ。どうして？わかるの。この前、あのお嬢さんのことをお聞きしたとき、残念ながら綺麗だって言わないわけにいかないとおっしゃったわ。残念ながらだなんて。あの方、無理にご自分の心と戦ってらっしゃるんだもん。まあ呆れた。あなたって人案外心理的ね。でもそういうふうに物事を何でも自分の方に都合悪く考えたがるのは敗北主義って言ってね。今はもう流行らないのよ。
流行っても流行らなくてもいいのよ。もう何も言わないで。仕方がないわ。あなたっていう人は電車に乗るのにも一番後でしか乗れない人なんだから。よくわかりましたね。あの子に聞いてきたよってな。さあ。静かなええとこやな。うん、汚いとこで。さあ、どうぞ。先日はどうも。いいえ、あんたこそこの間はまたいろいろと。失礼しました。さあどうぞ。勉強中やなかったのか。え、いや、いいんです。実はな、ジョータさん、今日あんたにちょっとお頼みがあってな。僕に。これつまらんお菓子やけど、おいしいかどうかそこで買うてきたんやけど。あ、これはどうも、すみません。で、頼みって。実はな、ジョータロさん、今度私らこの東京へ出てきたのは、かな子のお見合いのためやったね。お嬢さんの。で、どこの方です、お婿さんは。それがいな、ほれ、いつぞやな、あの船木さんだね。船木君。そうですか。それは結構な話ですな。私もそう思うし、まあ、かな子も承知なんやけどな。ところがな、船木さんの方からまだ何ともはっきり返事してくれはりしまへんのでな、困ってんのや。私もそうそう大阪のうち留守にもしておかれんよって、明日にも帰らんなら思ってんのやけどな。船木さん一体どう考えてはんのか、まあ、かな子がお気に召さんのか、それとも他にまたご事情でもあんのか、そこはな、ジョータさん、あんたお友達やかい、あんたからよう聞いといてほしい思ってな。どうやろか。え、それくらいのことは何でも言いませんから、僕早速に。いえ、別に急がんかってよろしいのよ。まあ私はもうすぐにも帰るけど、かな子はもうしばらく大野木さんの方へお預けしとくのやかい、あんたの都合のええふり見てな。どうぞ一つな。承知しました。しかし船木君も変な男だな。お嬢さんみたいな方考えることないのにな。そないなことも、なんと言ったかって、東京には美しい嬢さん方も嬢さんやはるさかいな。うん、お嬢さんみたいな人はそうめったに東京にだっていませんよ。あ、嬢太さん、お茶やったらもう結構やで。もうすぐにおいとまするさかい。あ、でも。では、さえなら。僕そこまでお送りしましょう。いや、結構よ。よう分かってるさかいな。そうですか。では、くれぐれも頼みます。あ、承知しました。どうぞ。僕はダメだ。でも一ついかがんです。いいよ、この人は飲まないんだから。そうですか。ああ、それでお嬢さんも承知なんだし、お母さんもぜひって言うんだ。僕も君ならお似合いだと思うんだけどな。どうや、あのお嬢さん気に入らないか。いや、気に入らないなんてことはない。僕だっていいお嬢さんだと思う。じゃあ何も考えることはないじゃないか。まあ、なんですか、いいお話ですかと。ああ、いい話さ。それとも何か他に理由でもあるのか。うん、理由がないこともないんだよね。
別にこれといってはっきりしたことじゃないんだが、君だから打ち明けちゃうか。うん、なんだろう。実は僕には前から一人好きな女がいるんだよ。うん、やっぱりそうか。それで何か恋愛的な関係にでもあるのかい。いや別に、まだそういう関係にはなってない。どこの人。僕の会社のタイプ人で、おとなしい娘なんだ。今のところ別に具体的にどうってことはないんだけど、なんていうかな、お互いに心の中を見せ合ったというか、少なくとも僕はそう思ってたんだ。うん、つまり一色そこ後の空気ってやつだね。うん、ところがね、それが近頃になって急に僕を避けてるように思えるんだ。うん、それがどういうわけだかよくわかんないんだけど、まあ、あるいは僕の方に縁談があったりなんかするもんだから、それで誤解してるのかもしれないんだけど、とにかくそんなことで僕の心がはっきりしないで困ってるんだ。一方には加奈子さんのこともあることだし、仕方ないからしばらく考えさせてくれって逃げてるわけなんだけど、僕自身非常に悩んでるんだよ。しかし、なきみ、まあ、こんなこと言う僕の考え方は少しえげつないかもしれんけど、サルモナーはその人が君を避けてるならちょうどいいつもりじゃないかと思うんだけどな。いかんか。うん、そりゃ避けてる理由がはっきり僕を嫌いになったためというならともかく、そうでないとしたら、たとえ具体的な関係にはなってないからといって今更知らんかはするな。なんとなく僕の心に咎めるような気がする。変に道徳かぶった口を聞くようで嫌味に取れたしかないけど。いや、君の言うことはよくわかるよ。そうか、困ったな。お、一つどうだ。ん、おそうか、物事ってうまくいかんもんだな。しかしね、僕としても今のようなモヤモヤした状態は早くはっきりさせたいと思うから、できるだけ早く加奈子さんの前ご返事するつもりだよ。うん、よろしく頼むよ。うん、飯でしょ。あ、姉さん。はい。飯くれ。はい。大丈夫なんか。とにかく僕は加奈子さんは悲しませたくないんだ。可愛いお嬢さんだからな。うん。しかしねえ君、僕は思うんだけど、君は加奈子さんと結婚したらいけないのかい。君ならお互い小さい時からよく知り合ってんだから、絶対だと思うんだな。いや、僕はいかん。どうして。どうしてって、あっちはお嬢さんだよ。僕もお嬢さんじゃないか。しかし昔ならともかく。いや、いかん。そんなこと考えるだけでもったいない。お待ちどうさま。それより船木君、飯食ったらこの間のとこ行かんか。ほら、この間行った。ああ、白百合か。うん、あの寂しそうな顔したしさ。行ってもいいな。しかし君はああいう人好きか。うん、別に好きとか嫌いとこじゃないけど、少なくとも僕なんかには身近な感じでいいよ。どうだい、いい話だろ。だいぶごちそうさまです。そうだったそう。がっかりいたしております。黒煙。はあ。この鉛の。ええ。君何かあるのか。うん。実は僕が今やってる仕事はその黒煙ととても関係があるんだ。うん。例のあのアルミニウムを低熱製法ってやつ。そう。今のところそいつがうまくいかないのは、黒煙の良質なものが少ないんで実際ができない状態になる。この黒煙がどんな人なのか。もし良質なものだとすると僕にとっちゃう。まあ、お父さんおいでになるんですか。はあ、今ちょっとお風呂へ参りましたんですけど。そうですか。じゃあお待ちしてお目にかかってこう。どうぞ。
もし良質なもので夫婦に埋蔵されてるんだと、それこそ大したもんなんだ。手には譲っていただいてもいいし、あるいは合同であってもいいし、とにかくアルミニウム製法の革命的な人形になるもんだ。そうか。そいつは君がここに来たのを言えなくてやらなくてやるかな。お電話です。どっからだ。社長さんのお宅からです。あ、船木さん、どうなったの。ちっともお見えにならないけど。まだ考えてんの。いい加減に考えついてくださいよ。あなたみたいにはっきりしない人、私知らないわ。まあ、この人はこのくらいにして。今日ね、花子さんと音楽会行こうと思ってんだけど、あなたご都合いいでしょ。6時なんだけど。まあ、どうして？ちょっと友達と会うことになってるもんですから。でももう約束しちゃったんですよ。どうもすいません。お母さんお帰りになったんですね。ええ、おたすい。そう。あ、ジョータルさん旅行なかったの。ああ、さっき帰ってきたの。まあ、どこ。それがね、飛騨の山奥さ。まあ。そして、こんなものを持ってきた。何、黒煙って言うんだけどね。ね、お嬢さん、今度こそ喜んで、僕の発明も成功だな。そう。じゃあ、早お父さんに知らせて。早速にお金いるんじゃないの。まずそこまでいかんよ。この人を調べてくれなきゃどうにもならない。そう、決まったら遠慮せんで早知らせてね。ああ、さあ聞いて。なあお嬢さん、この間お母さんから聞いたんだけど、お嬢さんは船木君と何だそうだね。まあ、いやいや。それで船木君から返事あった。船木さん、私のことなんかお嫌いらしいね。どうして。そんなことはないだろう。お嬢さんを嫌いな男なんてあるもんか。まあ、変なこと言わんといて、今日も小野井の場様が音楽家を誘いしたんやけど、断られてしまったの。それで切符余ったんで、城太郎さん誘いに来たの。どう、いいかな。うん、行ってもいいね。船木君の代わりにしちゃ少しやばったいけどな。さあ、もう行くのやったらもう支度しなきゃいけないわ。どっかでご飯も食べなきゃならないし。いや、ちょっと待ってね。音楽会か。回転かそんな音楽やないわよ。そうか。
かしいな、お嬢さん。何？船木君のことね、あまり気にせん方がいいな。うん、別に気になんか。そう？そんならいいけど。実はな、お嬢さん、そんなことは内緒にしておく方がいいのかもしれないけど、この間お母さんに頼まれて船木君に会って話を聞いてみたんだ。まあ、船木さんに？うん。で、どんな話？それはまあ後で話すけど。どこの方なの？それはね、船木君の会社のタイピストなんですよ。まあ、じゃああの方じゃないかしら。佐賀さんとか言う。うん、佐賀とか言ってた。お嬢さんどうして知ってるの？だってこの前ここまで送ってきてくださった方ですもん。そう、それは。それで船木君とても悩んでるらしいんです。第一、不良さんとの結婚を考えたとおりに、一方その女の人にも、なんていうか、職人の情とでも言ったものを感じるらしいんだな。内省的っていうか、ああいったタイプの人はこういう場合、自分で自分の心を自情自覚しちまうんだね。そこを出られるまでは、はたからなんて言ったってダメだろうし、それで僕もあまり強くは言わなかったんだけど。どう、お嬢さん。そんなわけだからもう少し待っててくれない？うん、私の方は構わんけど。そう、実は僕も困っちゃってね。本当ならもっと早く話をする約束だったんだけど、お母さんにはそんな話聞かせたくはないし、お嬢さんなら分かってもらえると思ってね。どうしたの？やっぱりこんな話をお嬢さんに聞かさない方がよかったかな。うん、お呼びでいらっしゃる？いや、別に用じゃないんだけどね。ほら、先だってここに来た大阪の娘さんな、あの人今朝急に帰ったんだよ。それであの時君に大変世話になったって言うんで、一度お礼をしたいんだけども、会う間がないからって、これを君にあげるようにって頼まれた。取っといてくれた。城太郎さんって方がご面会です。あ、そう。船木さん。何ですか？大阪のお嬢さん、お帰りになったんですってね。ええ。それで、どうしたんですか？余計なこと言わなきゃよかったと思ってるんだけど、その清子さんって方はどうしたの？全然ダメなんだよ。おう、それはなおさらだったな。実はね、お嬢さん急に嫌われてると思ってるらしいんで、かわいそうになって思い切って言っちゃったんだけど。そうか、
それは君にもすまないことしたな。いや、いいんだ。いずれは僕からも佳菜子さんには正直にお話しようと思ってたんで。僕も今のような逃げ切らない状態いつまで続けるの嫌だから、当分誰とも結婚なんかするのやめてさっぱりしようと思ってたんだ。どうして？考えてみりゃ佳菜子さんに対してだってこっちがダメだからこっちというような具合で結婚するのはやはり不純な気がするんだ。僕としてもそういった虫のいい考えが心の底になかったとは言えないと思うんだ。僕は自分なりには誠実なつもりでいたんだが、なんだか手にならない気がしてきたんだ。僕がもし本当に誠実であったとしたら、佳菜子さんのことだって当然最初からお断りすべきなんだ。どう今さら君。いや、それは僕からもよくお詫びするつもりで、近いうちに向こう行く用があるから帰りにお寄りしようと思ってる。しかしかわいそうだな。お嬢さんどんな気持ちで大阪へ帰ったかと思うと。お尋ねくださって。実は僕お詫びいたそうと思ってお伺いしたんです。まあ嫌ですわ、お詫びだなんて。私こそお詫びいたさなければなりませんの。私良太郎さんにみんなお聞きしてしまったんですけど、本当にえらい申し訳ないことをいたしてしまって。いえ。その後澄子さんどうなさいまして？別に。まあそれはいけませんわ。船木さんはぜひ澄子さんと結婚してあげなければ。でなくては私申し訳ありません。も本当に私皆さんにご迷惑かけに東京行ったようなことになってしまって、後でお母さんにうんと文句言ってやりましたの。大体ブラブラしてるのはいけないのやから、これからうちでおとなしく畑でも作ろう思いまして、今盛んにやってたとこですの。それはどうも。いや、僕がはっきりしなかったためにいろいろご心配かけてしまって。そんな。さあ、もうこんな話抜きにして、せっかくおいてくださったんですもの、どうぞごゆっくり遊ばせてくださいませね。何度大阪のご所でもいたします。ありがとうございます。これから神戸を寄りまして、すぐ東京に帰らなければなりませんもんですから。まあ記者の都合もありますので。そうです。さあ、どうぞ。では、お気をつけなはって。鉄砲。おきん。じゃあ。ごきげんよう。船木さん、澄子さんによろしゅうおっしゃってね。何？正太郎さんからや。発明成功しなかったんやって。まあ、そりゃ正太郎さん喜んでるでしょうね。はい、お父さんに言ってお金送ってあげなきゃならわ。そうやな。なんやったら私持ってってもいいけど。そやけど東京まで大変や。まあ、送ってあげたらええがな。でも持ってってもいい思いやけどな。なんで？とにかく母さん、父さんに知らせてきました。ね、お母さん。何？
しね。どうせ近いうちに結婚せんならんでしょ。うん、そうや。それで前やったら良太郎さんと結婚したらもんやけど。いけない。ああ、何やいな、急にそないなこと言い出して。この間から考えたんやけど、いけないかしら。別にいかんいうことあらへんけど、丈太郎さんが何て言いはるか、船木さんのこともあるさかいな。丈太郎さんかってもう決まった人があるかもしれへんし、もう母さんどうも男の人の気持ち分からんようになってしもたでな。丈太郎さんやったら大丈夫や。なぜ、うん、私自信あるもん。どうしてな。何でもないけど、それよりはいお父さんに言って。おかしな子やな。とにかくあなたのおかげでこれでわしも長年山を歩いた甲斐があるというもんですよ。いや、なあ牧。ええ、本当になんてお礼申し上げてよろしいか。いや、こちらこそ。実際やらなかった不思議なもんですよ。もともと僕が船木君とここへ来たのはよかったんですね。本当にご縁というか、つまりは牧江がお金を落としたのはよかったんですよ。人間万事さようがんまですよ。しかしあなたはもうこれで山歩くのはやめるんですな。牧江さんもかわいそうだし。本当にこの子には随分長い間苦労をかけましたよ。山にもやなんで。なあ牧江、今度こそはもうこんな店やめてしまおうじゃないか。あら、私は構いしませんわ。いや、いい加減お前に嫁に行ってもらうことにはわしも気が重うて山歩けんからな。なんだ、いや、まだやっぱり山を歩きになるつもりなんですね。いや、お父さん、本当ですの。うん、なんていうか、山はわしにとって宿命というか、これからまたどんなものを探し出すかもしれんし、それにこれ以外生きる道もないんだから、いわばこれもご奉公の道ですな。どうだ牧江、いかんか。いいえ、ただもうお年だから。なに、まだまだ大丈夫だよ。こんな因果な親を持った娘はかわいそうですよ。いや、本当にかわいそうだ。いや、どうも。しかし、ねえ、佐久間さん。あ、こんなことをあなたに言うのはどうかと思うんですが、どうでしょう。お世話のなりついでに蒔絵をもらっていただくわけにはいかんでしょうか。蒔絵さん。ええ。おかえり。お帰りなさいまし。丸山さん、佐川か。佐川さん、お辞めになりました。え、いつです。一昨日です。それで私お預かりしてるものがあるんですけど。そうですか。船木様、長々お世話様になりました。この度事情あって国へ帰らねばならなくなりました。あなたに寄せていただいたご法事、一生忘れないつもりでございます。日頃の私の失礼に過ぎた態度、でもそれ以外に道のなかった弱い私をお笑いくださいませ。ご幸福をお祈りいたしております。姉ちゃん、ご来よ。よく上がっただろう。ええ。
ねえ姉ちゃん持ってごらんよ。きついぞ。ねえきついだろ。天まで上がれ、天まで上がれ。すごいな姉ちゃん、すごいね。うん、姉ちゃんもこのまま天まで行ってしまいたいわ。僕も行きたいな。陽太郎さん。あ、お嬢さん。いつ来られたんです？夜行で。今朝着いたのよ。ああ、せれやせれ。陽太郎さん、とうとう成功したんやってな。おめでとう。いや、おかげさまで。これでお嬢さんのところの恩返しができますよ。あ、そうそう。船井君、この間お嬢さんのところ行ったんだってね。ええ、陽太郎さんにはいろいろ心配かけてしまって。うん、何にも役に立たないで。船井君もお嬢さんには本当にすまないと言ってまして。確か日のあたり澄子さんの田舎へ行ったはずだけど。そう、それはよかった。本当にお嬢さんにはかわいそうな思いさせてしまったな。私は別に。それよりない、陽太郎さん、私もっといいこと決めたのよ。何？まだ言わないわ。肝心のも忘れてたわ。陽太郎さん、お金持ってきます。これで足りないやったらまだいくらでもお父さん出す言うとしたから。あ、そう。いや、何から何まで。あ、それからお嬢さん、実はね、もう一つ喜んでもらえたことがあるんだけど。何？いや、僕、決まりはいいけど、嫁さんもらうんだ。お嫁さん。うん。ほら、この間話をした山口県外の人ね。あの人の娘さんなんだけど、気立ても良さそうだし、まあ、僕なんかにはちょうど手頃だと思って、思い切ってもらうことにしたんだ。いずれ大阪の方にもお知らせしようとは思ってたんだけど。そう、そりゃ。おめでとう。ええ、じゃあこれいただいておきます。いけないやないの。
お嫁さんもらうのにこんな写真持ってちゃう。お嬢さん。何？アホやな、与太郎さんもこんなもん持って。お嬢さん。